ダービーマッチです。横浜 F マリノス対横浜 FC、 ユベントススタジアムよりお届けしてまいります。選手もそれぞれこのダービーマッチの意味を、意義をしかと胸に刻んでピッチに立ちます。マリノスからご紹介します。ゴールキーパー榎本、栗原、中澤、小林、ルトラ、富澤、中町、藤本、斉藤、中村、そして前線に花と数々の名勝負、サッカーファンに届けてきた伝統の一戦。さあ、いよいよスタート、伝統の一戦。F マリノスのキックオフでスタートです。横浜 F マリノス対横浜 FC。 さあ、ダービーマッチ、解説七海さん、そして北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。本日はよろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スローインです。藤本、小林、藤本、野上、野崎、松下、中島、前線へのボール、しっかり寄せてますよね。シュート、ゴール、横浜 FC 先制、1対0。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。ちょっと最後のマークが甘くなってしまいましたよね。ただ相手のパス、ポジショニングも良かったんですけどもね。さあ、横浜 FC、 早い時間に1点をものにしました。相手の良さが出る前にゴールしたんで大きいですよね、はい、このまま自分たちのペース握りたいですね。そうですね。花と捉えてしまったか。松下、ここからどう組み立てるのか。野上、ドウグラス、前半6分経過。先ほどゴールを決めている。ここで奪われました。長いボール浮かしてきた。ボールがつながる。ファールを取られます。いや、こういった一つのね、あのプレーによって状況変わってきますからね。注意もあります。彼が熱くなるなんてね、相当納得いかないんでしょうね。このパスには追いつけませんでした。縦へのボール、縦にボールを送ります。これは奪い返します。F マリノスボール、ルトラ、藤本、奪います。野崎、松下、市村、クロッツ、あー面白い。
コーナーキック。コーナーキック。直接行ってしまいました。ここはディフェンスです。斉藤。ルトラ。富澤。さあボールが抜けてくる。ディフェンダー集中力いいですね。中村俊輔。藤本へ。惜しくも奪われます。ボールはクリア。富澤。ルトラ。富澤。どう組み立てますかね。どう攻撃を組み立てていくのか。このボール争い厳しい着です。なんか2人いますよ。このボールはクリアです。これは奪われました。中島。藤本。クロッツ。松下。さあ左へ預けて。インターセプトします。松下。市村。非常にプレス早いですね。市村。松下。中島。カットされました。いいインターセプトですね。前線いますね。使えるか。ここで取られました。前線へ出す。さあ上げてくるか。ヘッド。これ狙ってきましたね。お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。うまく合わせたいい攻撃でしたね、はい、ドリブルで駆け上がってのクロス、精度も良かったですし、サイドを効果的に使えてますよね。そうですね。カット。藤本。このつないで前線がボールが保持できたりキープできると形を作れますよね。市村。松下。中島。さあスペースを狙う。中村へ。小林。富澤。このトップがどこで受けられるかですね。一気に縦へのボール。これはつながりませんでした。斉藤へ。奪われます。いけるか。チェックを受ける。抜けるか。右サイド出せる人いますよ。クリアします。前を抜けるか。奪われる。中島。松下。ボールを奪います。パスは通りません。市村。私の切り替えも早いですよ。ブロッツ。非常にプレス早いですね。ドウグラス。どのような攻めを見せるのでしょうか。前につないでいきます。つながりません。
ルトラ中振りでしょ、中村まだいますよ、狙いますよ、チャンスを演出できるか、どう仕掛けてくるか、いやここもこれはよく止めました、うーん、いい反応見せましたねキーパー、誰に当ててくるのでしょうか、コーナーキックパンチング、ボールは反応しましょう、前にフリーな味方いますよ、おーっと繋がりませんね、奪います、さあどこへ出すのか、そういい守備ですね、ボールを奪えるか、寺田2人で奪いに行きました、中澤、富澤、中村へ、さあ左サイドへ、斉藤へ、いい形ですよ、さあ前線へ、ナイスカットですね、さあどこに出してくる、どうだシュート、枠には行っています、シュートコースができたらやはり逃しませんよね、中島、市村、さあ前線へ、つなぐことはできませんでした、どういった攻めを見せるのか、藤本、ボール入りましたよ、奪われます、前線へのボール、さらに前に行きたい、野崎、奪ってからのショートカウンターが早いですよね、小林、カウンターを仕掛けていきます、野上、野崎、寺田、サイドを使います、さあ誰がいるのか、コーナーキックのチャンスです、誰に当ててくるのか、よくカバーしましたよ、ゴール、素晴らしいゴールですね、これで差は2ゴールになりました、ディフェンスの間抜けていきゴールです、キーパーとしては嫌なシュートだったんでしょうね、そうですね、ディフェンスとの隙間からボールが抜けてきますからね、ええ、やっぱりちょっと判断遅れてしまうんですよね、なるほど、さあ横浜 FC 着実に得点を重ねていきます、2対0、もう1点取るとさらに楽になりますよね、そうですね、自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います、なるほど、これしっかりつないで攻めいきたいですね、どう展開していくのでしょうか、前線へ出す、いいインターセプトですね、中島、市村、寺田、とされます、狙ってましたね、ここで前半の45分が終了しました、さあ七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう、 2-0 というスコアは難しいスコアなんですよね、なるほど、次の1点がどちらに入るのかによってその後の展開が大きく変わりますからね、うん、はい、そういった意味でも後半の立ち上がりから非常に楽しみですね、そうですね、興奮のリスポと化しているスタジアム、では引き続き試合をお楽しみください、横浜 FC のキックオフでスタートです、野上、 F マリノス2点差を追う苦しい状況、いいインターセプトですね、こ
ここでファールがありました。まだありますね、チャンス。フリーな選手いますよ。ここもしっかりディフェンスしました。野崎行きますね。中いますよ。どうだ。ディフェンダー集中力いいですよ。さあ誰に出すのか。いいパスですね。これはカットされます。藤本へカウンターを仕掛けます。キープできるか。中2人入ってますよ。うまくリードを守りながらゲームを進めてますよね。なかなかいい状態ですよね。さあこの攻防、ここは素早くマーク。ここからラインの裏ですね。前につないでいきます。寺田堅いディフェンス。市村ボールが落ち着かない。松下どうする。縦にボールをつないでいきます。いいですね。いい切り替えですね。いいところ。さあどう攻めるか。やはり非常に守備は堅いですね。中村へ。さあどこへ出すのか。この攻防、さあチャンスだ。さあどこに出してくる。ここはクリアします。ここはディフェンスです。野上、中島、前に繋いでいきます。ファールを取られます。ちょっとね、気持ちが強すぎましたよね。これはカード、いらないプレーですよね。後半11分経過です。カット、野崎しっかり寄せてますよね。さあ左へ預けて、とチャンスをものにできません。斉藤、F マリノス現在2点差を追うという少々厳しい状況です。ここも固い守りでボールを奪います。ボールを奪います。いや、先ほどからのディフェンスいいですよね。攻守ともに非常に集中できてますよね。松下、市村、大きく縦へのボール、ここは通りません。ウトラ、もう一度中央、栗原、前線へのボール、ウトラ、長いボール縦に入れます。市村、ここから組み立てていきます。さあ後半そろそろ20分になります。松下、出てきましたね。どうする。打った、ゴール。点差は3点、試合が決まってしまうのか。今日2点目のゴールです。
横浜 FC 最初にリードしてさらに2点追加しています。中島、ドウグラス、 F マリノス、この時点で3ゴール差を追う苦しい展開になっています。松下、野上、中島、大きくサイドチェンジ、おー、いい大きな展開でしょうね。栗原、小林、後半の22分を回りました。ここもしっかりディフェンスしました。いいインターセプトですね。さあ誰に出すのか、ボールコントロールする中村、いやーいいセーブですよ。キーパー枠を捉えています。中央突破されてますからね、バイタルエリア付近でのケアが必要ですよね。さあこのチャンスものにできるでしょうか。そのまま打つ、ゴール。F・マリノスあと2点というところまで来ました。ディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね、はい、ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応遅れてしまうんですよね。なるほど。さあ F マリノス流れを変える1点となるんでしょうか。ドウグラス、クロッツ、寺田、ウトラ、中町、藤本、小林、非常にプレス早いですね。ここで奪われます。野崎、ここはカットされる。さあふわっとしたボール、おーっとちょっとミスになりましたね。松下、寺田、このパスがつながります。カットされました。ボールを奪います。開きましたよ。シュート、セーダー、危ない。同じようなチャンスが続いています。決定的な場面が続いてますからね。そうですね、あと少しの集中力や工夫なんかでゴールが生まれるかもしれませんね。なるほど。コーナーはダイレクト、クロスに合わせるというシュートシーンでした。これは取られます。しっかり寄せてますよね。チャンスを演出できるか。中島、サイドへ打つ。守りに入る気はなさそうですね。相手の戦意を奪いに行ってますからね。さあフリーキックのチャンス、どうだ。ディフェンスいいですね。上がってくる、奪います。中島、中村へ拾われましたよ。野崎、野上、F マリノス2点ビハインドです。早いうちにまずは1点欲しいところ。さあこの攻防、スペースを狙ってきます。カットです。強度、さあ前線へ、ウトラ、スペース出ましたね。どうだ、松下、ボールを取ります。
速いアプローチです。これは奪われます。カウンターですね。市村前線へ出す。なかなか前にボールが運べません。へこまります。ウトラスローインです。メンバーチェンジがどうやらあるようです。この時間帯で彼が投入されるということはチームに安定感をもたらすという意味合いが大きいと思いますね。これをカットします。小林、中町、さあ F マリノス2点を追うという形、少しリズムが崩れてしまっているという印象です。よく取りましたね。ふわっとしたパスがつながるでしょうか。ボールがつながらない。小林、さあカウンタースピードを上げたいところ。なんか不利でしょ。ファールがありました。フリーキックのチャンスです。ゴール前いいボール欲しいですよね。ボールを上げる。これは流れてしまう。寺田、どういった攻めを見せるのか。前が来ましたね。松下が狙う。こぼれてる。追いつけますかね。いましたね。コーナーキック。合いませんでしたね。シュートへ持ち込んだんですが打ち上げてしまいます。前線へ出す。いいカットですね。もう時間がない。強度ディフェンスをものともしません。 F マリノスボール。富澤一気に縦に送ります。いいパス出ましたね。いいよ。中2枚いますよ。これはクリアします。中村、富澤、ミカド。アディショナルタイムは3分という表示です。小林、これはつながりませんでした。落ち着いて時間を使います。野上、ドーグラス、佐藤、飯尾、中島。ちょっと慎重かなって気がしますけどね。これは取られてしまいます。ここで笛です。3対1、 F マリノス負けてしまいました。さあゲームは終わりました。 F マリノスとしてはプライド勝負みたいなものですからね、悔しい以外はないでしょうね。まあ次は必ずリベンジしてくると思いますから、また熱い試合になりそうですよね。そうですね。ありがとうございます。さあそろそろお別れの時が来ました。ゲームの解説は七海浩さん、北澤剛さんでした。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 F マリノス
3対1で試合を落としています。